うちの家内が仕事を辞めて、まあ、専業主婦として私のことを支えるっていうお話もこれはもう本当に私のためをもってあの言っていただいた貴重なアドバイスなんですけども残念ながらあの私の家では家内ずっと仕事やってましてで家内は家内でやっぱりあの自分の,人の独立した女性として仕事をやっているわけなんで僕の仕事のために家内の。 仕事を巻き込むわけはいけないなし逆にかなりの仕事のために僕は巻き込まれてもいけないと思うのでお互いそれは尊重した状態で私たちは夫婦としてやっているので、まあ、あのその貴重なアドバイスをいただいたことはありがたいんだけどあのこれはあのそのまま彼女は今も仕事を続けています。